新卒で入社してきた女子社員に告白。いきなりスカートをずり上げ始めた。俺が25の時、同じ会社に新卒22歳で入社してきた子がいた。部署は違ったが仕事で一緒になることも多く、他の女子社員とも仲良しみたいで、俺の中ではすごく目立った。会社で談笑することも多くなって、どんどん好きでたまらなくなり、多分大丈夫だろうと思って、その年の11月に告白した。よかったら付き合ってください。きっと仲良く過ごせると思うし大事にします。嬉しいです。私も俺さんのこと大好きです。おう、じゃあ。ちょっと待ってください。うん。使ってない会議室に俺を誘う彼女。鍵閉めてください。人が来たら困るので。ああ。驚かないでくださいね。すごく大事なことなんです。彼女は制服のタイトスカートをずり上げて、パンストを膝近くまで下ろし始めた。あら、なんか俺、変態知女さんにでも告白してしまったんかな。ここでしましょうとかお断りなんですけど、もちろんそうではなくて、右膝をぐっと突き出して太ももを俺に見せてくる。微妙にパンツもちらついてるけど、今はそっちじゃないね。これでも大丈夫ですか？怖いくらい真剣な顔で言う彼女、やけど、かな？彼女は色白な方だが、右太ももに大人の手のひら2つ分くらいの火傷の跡がある。その時はそこまで詳しく見なかったが、濃い肌色がまだら模様になって、皮膚が他よりツルツル光って見える。よく見ると実は細かいシワが寄ってるのがわかる。そうです。小学生の頃、これでずっといじめられてました。水着とかミニとかは無理です。急いで服を直しながら話し続ける彼女。バカでしょう？でも後でいろいろ言われるの嫌なんです。がっかりされるの辛いじゃないですか。あの、俺は全然がっかりしてないんだけど。これのせいで俺さんも、いろいろ言われるかもしれません。そんなことはないと思うよ。言う人は言いますよ。そういう人はほっとけば？大丈夫ですよ。俺を信用して付き合ってください。本当ですか？本当です。あの、私これ見せたのは俺さんだけで、誰にでも見せてるとかじゃ。わかってるってば、嬉しいです。よろしくお願いします。敬語とタメが混じってるのは実際そうだったからで、彼女の真剣な態度につられて、柄にもなく紳士で頼りがいのある男みたいに、毅然とした態度になってしまった。気にすんなよ、ひゃは、パンツ見えてる、みたいに軽く茶化すのは違う気がしたので、カッコつけも他に見てる人がいるわけないから、照れることもなかった。その日の午後は、彼女は泣きながら仕事をしていたので、他の女子社員に問い詰められ、その日のうちに俺とのことは会社でバレてしまった。しかも彼女が俺の立派な態度を誇張しまくって話したせいで、しばらくの間、会社でヒーローになってしまった。俺がちゃんと彼女を大事にしてるかとか、中の進展を見張られてる雰囲気でやりにくかったが、俺は元来がバカなので、話題の人物になった事態を楽しんでもいた。付き合って最初の頃は、嫁の話題は火傷のことばかりで、他に何を話したのかほとんど覚えていない。いじめの話も詳しく聞かされたし、それで他人に心を開けなくなった話も聞いた。大学で今度こそ火傷コンプを抑えて、友達や彼氏も作るんだと頑張っていたけど、今一歩ダメだったことも聞いた。会社での普段の明るさから考えると、自虐すぎる語り口にも思えたが、彼女の葛藤や努力はせめて聞いてやりたかった。恋愛当初のラリ状態で、俺が彼女を守るんだ、と恥ずかしくも意気込んでたことが良かったのかもしれない。俺と部屋で過ごす時は意識して、無理して太ももの出る服装をしてるのもけなげだった。エッチに持っていくまでは少し時間がかかったが、太ももだけは最初から撫で回しまくった。真面目な話になることが多いので、太ももを撫で回しても案外と情欲には負けなかった。あと隠し用のファンデーションとかも、一緒に研究したりしたが、お互いにいつの間にか気にしなくなって、そっちはほったらかしになった。嬉しかった思い出がある。翌年の夏、彼女が言ったこと。生まれて初めて水着買った。海に行かない？誰も人の火傷なんか気にしないよね。彼女が買ったのはボトム小さめの大胆なビキニで、正直に言えば海辺の日光で彼女の傷跡は、普段よりもずっと目立ってしまっていたのだが、気にする気配もなくはしゃぎ回る彼女を見て、こいつの笑顔と一生離れたくないと本気で思った。